まあ、彼の野球人生ですから、彼が頑張って、取得した権利ですので、後悔のない選択をしてほしいというふうに伝えてました。はい、もちろん彼にはね、またね、来年も一緒にプレーしたいというふうには伝えたんですけどもね、まあ、それも、まあ、私の気持ちであって、彼の野球人生なのでね、彼がね、振り返った時に、後悔のなかったベストな選択をしてくれよというふうには伝えてましたのでね、はい、彼の、ね、抜けたところというのはね、なかなか、こうね、すぐには埋まるところではないんですけれども、ね、今こうしてね、秋季キャンプに来て、頑張ってる若い選手がね、またどんどん競争してアピールして、力をつけてもらいたいなと思います。